アーデルスホーフェンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケンのアンスバッハ軍に属す、町村でローテンブルクオプデアタウバー行政共同体の一員。アーデルスホーフェンは、ミッテルフランケン西部、タウバー川の渓谷に位置する。この町は、公式には10の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。年に、 帝国自由都市、ローテンブルクオップデアターバーが、現在のこの自治体付近を獲得し、1430年にドルイト堀を築いた。1803年の帝国代表者会議主要、決議以降、この村はバイエルン領となった。バイエルンの行政改革の時代、1818 18年の自治体例により、現在の自治体が形成された。 1972年の自治体再編で、グロースハルバッハ、ノイシュテット、タウバーシュレッケンバッハ、タウバーツェルが、ギッケルハウゼン、ハールと、ルッケルツホーフェ編といった集落とともに合併し、現在に至る。この町の人口は、1970年1180人、1987年980人、2000年964人で、ある。ありがとうございます。